それも本当に人にもよると思うんですけど、私の経験だけで私が話せることで言うと、私はあんまりビジョンを決めずにやってきた感じなんですね。あんまり、なんていうんだろうな、目標とか、大きな夢、さっきも言った夢とかをあんまり持たずに、作らずに、来たんで、こういうビジョンがあって、こういうとこから逆算するっていうよりは、次どうしようかな、次何しようかなっていう出てきたことに対して結構解決していくっていう感じなんで、なりたいものがあるとか、明確にある人は、やっぱりそこから逆算することがすごく大事かなとは思うんですけど、もしないんだったら、別にないで、今来る選択肢に対して、どっちがいいかっていうのを、どれがいいか。今選択、例えばなんだろうな。学部を決められないっていうところでは、なんて言うんだろうな。先をあんま考えなくてもいいかなっていう。まあ学部は変えられなかったりとか、まあそういうのもあると思うんですけど、例えば私も、海外に行けますって決めるときに、契約、があるんで、例えば1年契約、3年契約とかあるんですけど、その辞められない契約。だけど、辞められないんだけど、本当にダメだったら辞められる、別に。究極言えば。だけど、辞めるってことは、その選択に対して関わってることがあるから、関わってる人がいるから、例えば、まあ、大学行くにも、例えば親がお金出してくれてるとか、私もじゃあ契約、このチームとしますってなった時に、いろんな契約員、をまとめてくれる人、チームの人、いろんな、まあ、もともと所属してて、そこに行くから、こう、辞めて去らなきゃいけないとか、いろんな人をこう、頼っていってるわけで、辞めるとなったら、その人たちに対して、こう、申し訳なかったりとか、迷惑をかけてしまったりとかっていうのは、確かにあるんですけど、自分が決断するときは、こっちの方がいいかなって思ったものに、ちょっと不安でも別にもう乗ってみる。で、乗ってから、こう探す、そこのいいところを。例えば本当に、それで乗って、あ、これでよかったなって思えば突き進めばいいし、あ、もし、あ、これ違ったかなって思っても、その中でなんかいいことを見つけ出すとか。例えば私も海外行ってみて、本当にこれでよかったのかな。例えば、日本代表ではサイドバックやってて、海外のチームでは違うポジションを与えられて、これっていいのかな？私はサッカー上手になるために日本代表で活躍したくて海外に行ったのに、これいいのかなって思った時に、いや、こっから何かを見つけよう。この今ある、与えられた状況から、自分のこう、じゃ日本代表で活躍するためにっていうところを見つけようって思ったりをするようにしてるんで、選択したところで、本当にダメだったら、もうすいませんって言って、もうやめて、例えば迷惑かかる人、かけてしまった人に対しては、やっぱりその後は、自分の行動で、その迷惑かけた思いっていうのは、行動で見せていかないといけないことは絶対間違いなくあるし、決断するのには責任も、関わってくるんで、責任を持って決断する。だけど、自分で決断するっていうことがまず一番大事かなっていうのはあります。例えばその本当に大学の、学部を決めるのにも、いろんな人の話も絶対聞いた方がいいし、それこそ親だったり、本当いろんな考えを聞いてみるのはいいと思うけど、この人がこう言ったからっていうよりは、自分がここに行きたい。自分がここがいいかなって思うところに自分で決める。それがなんか、こう、将来につながるとかつながんないとかは、多分、見えない人も絶対いる。将来のこうなりたいっていうから、この学部に進むっていうわけじゃないと思うんで、将来が別に見えてなくても、自分がこれがいいかなってちょっとでも思うんだったら、そこに進んで、そこで何かを見つける方が、に力を注いだ方が、なんかこう、私は何倍もこう力になるかなっていう。はい、気がします。